久保さん。今、キム研究所が多分15人かぐらいだと思うんですけど、あの、キングコング西野さんっていう人がいて、その人は日本一のオンラインサロンメンバー7万人ぐらいいてるんですよ。この7万人いた、いる、今日本一と言われるね、オンラインサロンサブスク、えー、一番最初20人ぐらいですね <laughs>。最初20人 <laughs>。最, <初20> <laughs> 最初20人ですよ。25、数人かな。 ま、僕がね、じゃあ7万人に行くかどうかわからないけども、あの、まあ、みんな最初はね、小さいとこからなんですよ。うん、なんかあの人だからできたとかね。例えば西野さんの事例で言うならば、なんか2000人集めるために、ツイッターの DM とかで DM して、会いましょうつってね。会いましょうつって、公園で会いましょうとかやってね。手売り、手売りで2000枚売ったっていうね。伝説ですね、これね。 僕すげえなーって言うたらその話聞いた時にうーんやっぱやってるよなと <laughs> 1人を2000回集まればで1人を2000回こなせば2000人だなみたいな、まあ、そうなんだけどっていう話じゃないですか、まあ、そりゃそうだよねと <laughs> 1人を2000人1人を2000回やれば2000人集まるとでも2000人集めるって大変なんだけど1人と会うことは大,大丈夫なんですよ もう一ますね。2000人集めるのはめちゃ至難の技ですよ。これやったことないと思うんですけど、僕、マックスセミナーで130人か120人くらいのやつやったんですけど、大変っすよ。めちゃめちゃ大変ですね。100人集めるのはもうリアルにね、まあその、100人集まる、その100人のお客さんのね、受付とか大変でしたけど、会場もちょっと大きいところでね、やったんですけど、100人でも大変ですね。うん。 だからまあ、2000人集めるってすごいことなんですよ。なかなか難しいですよ、これ。手売りでいくっていうね。<laughs> ファンキーですね。うん。だからまあ、2000人は無理でも1人はできると思うんで、うん、まあ、ドリームアカデミアでも僕は教えてますけど、まずは1人のリーダーになれってことですね。うん、1人のリーダーにもなれない奴がどうやってお金稼ぐんだと。じゃあ1人のリーダーになる方法って簡単で、 目の前の一人の悩みに対してアンサーする。ただこれだけなんですよ。<laughs> もう、ものず愚直にそれですね。うん。なんかその、エビデンスがないとダメとかね、権威性がないとダメとか、確かにあった方が、それはいいですよ。僕は実績があります。これぐらいの実績があります。だけど、実績がなくても、逆に言うと大事なところは、一人に対して向き合う、ここしかないんですよ。 だってその人がアクションして、その人が買う、その人がリスト登録する、その人が会場に行く、その人なんですよ。その一人一人の集合体でしかないので、だから一人一人しっかりやっていくっていう、まあ地味ですけどね。だここさえ、ここさえやっとけば、あのビジネスがうまくいかないとか安定しないとかないです。これはもう結論です。一人一人に愚直に対応してあの安定しないとかね。 あのー、売り上げが作れないとかないですうんじゃあその一人をまずは集客するために頑張るねその一人から悩みを聞くために頑張るっていうねうんそうだから順番が物事には原理原則があって順番があるんですよ順番がねそう例えばまあその自動車運転も順番があるしいきなり免許発行されます 自動車運転したいって思うじゃないですか。いきなり免許発行されます。順番がありますよね。<laughs> いきなり身長ね。いきなり身長こんなでかくなりたい。順番がありますよね。<laughs> 順番あるじゃないですかうん。いきなりビール飲みたい。順番がありますよね。20歳からっていうね。<laughs> だから、やっぱね、ある、ある、一定の順番はあるので、それをね、飛び越してやろうとしてる人は多すぎるんですよね。 どうあがいても何か新しいことを学ぶ新しいことを習得するんだったら時間という順番が必要ですようんまああとはとりあえずやってみるっていう順番も必要ですしあの改善するという順番も必要だしなんかそれをただやるだけかなとは思いますけどねはい、いいってらっしゃい